壮、えー、大中大工場勤務の三十八歳です。今年、大学、大卒、海外になります。四カ国語喋れます。パイソンの勉強もしてきました。有名企業の正社員になれますでしょうか？三十八歳で海外の大卒になるけど、工場勤務なの？なんか設定がよくわかんないんだけど、海外の大学に行きながら工場勤務してるってことかな。で、パイソンの勉強も置いといて、四カ国語喋れるって。 <laughs> まあいいや。えっと、じゃ一応それで全部設定が正しいとして38歳新卒っていうので大卒に行ったとしても新卒採用には多分ならなくて中途採用になるんですよ。 でそうすると38歳でまあその Python って書いてあるのでエンジニア的なそのなんかプログラムを使うような会社に行きたいなと思うんですけど38歳未経験プログラマーなんですよ。大卒かどうかって38歳もあんま関係ないんでその国で働く言語が喋れるかどうかとプログラムが書けるかどうかと経験があるかどうかが38歳にとって重要なんですよね。なので未経験でそのプログラマーっていう時点で有名企業に入るのはすげえ優秀で面接突破できるとかじゃないとかなり なのでそのひとまず普通工場じゃないところにまず就職してである程度経験を積んでから有名企業に行った方がいいんじゃないかなと思います。